こんちゃ翔太です。今回は3月の3日のですね、更新情報を見ていこうと思います。おそらくですね、今クレオパトラのナセイが来ているような状態となりますんで、基本的にはまあ MR の、アバターのキャラクターが来るんじゃないかなと思っています。で、まあ、あわよくばというか、まあ、来る可能性が高いのは、伊達政宗になるんじゃないかなというふうには思ってますね。それではですね、1週間前の更新情報から順に見ていこうと思います。まあ、まずですね、週刊基金、こちら本日までとなっておりますので、課金効率いいものになっています。私も課金する予定なので、課金される方忘れないようにしてください。で、週のギフトですね、ハッピーゲストと超招き来ているので、こちらも私も課金します。課金される方忘れないようにしてください。で、MR のダッキですね、が今来ていて、本日までとなっています。正直ですね、賞を持っている方は取らなくていいと思ってるんですけど、まあ、賞を持ってなくて蓄力の聖護ですね、欲しい方は狙ってみてもいいのかと思います。まあ、今 UR さんの1000のダッキを使っているのであれば使ってもらっていいと思いますね。で、あとは転移ですね、来ているので欲しい方は取ってください。で、次が2月24日の更新情報になりません。嘘です、28日の更新情報となります。で、こちらはですね、そっか、結構長いのか。まず、栄華銀月なんですけど、節案ケースを着ているので、こちら欲しい方は課金忘れないようにしてください。でですね、まだ期間としてはありますけど、最新の雑貨屋も来ているので、課金される方は忘れないようにしてください。まあ、課金される方は結構少なくなってきてるかなとは思うんですが、無課金の方も一回引くことができるので、それを忘れないように気をつけてください。で、招待券パックとか、神髄タンパック、キツアの水着、花の水引き来ています。で、宝石来ていますので、限定ガチャ、百花美人で欲しい方は狙ってください。あ、忘れてたな、これ。椿翡翠ですね、交換できるので、交換するの忘れないようにしてください。一応まだ明日の23時59分まで可能です。で、ラッキースターで今、しばしとダッキー、今川、長領、長中継来てます。まあ、ダッキーがおすすめですかね。しばしダッキーあたりがおすすめかと思います。で、今ですね、遊園地スタンプの、イベント来ておりますので、少なくとも3000元歩使うの忘れないようにしてください。まあ、引かれる方はもっと引いてもらっても結構です。で、最新の雑貨屋ですね。で、星の羅針盤は今ガチャ来ているような状態となりますので、引かれる方は引いてください。UR1000のキャラクターとしては、黒田官兵衛、清姫、大鬼神、王仙、大谷義嗣来てます。美少女学園は、序福、長領、幸運、大市の方、流鵬が一斉に登場しているので、まあ、序福ですかね、このキャラクターは、まあ、今回の次回反響では使わないんですけど、結構次回反響で強力なキャラクターになっているので、取られた方がまあ後々のためにはいいんじゃないかなと思います。で、水戸巨星来てるので忘れないようにしてください。で、クレオパトラ7世の少女の成長来ていますので、取った方はですね、育成忘れないようにしてください。書斎も来ているので、原歩使うなら今です。バンチ番用の大屋、引くの忘れないようにっていうのと、実月の輝きですね、新しいラインナップ来てます。福神の追跡、私はもうこれの課金はやめましたけど、課金される方は忘れないようにしてください。まあ、課金額を調整するって観点では800円分意外といいのかなと思ってます。で、風前来ていて、クレオパトラ7世、このキャラクターは結構強いキャラクターなので、取ってる方も多いんじゃないかと思います。集大も来ているので、欲しい方は狙ってください。で、3月1日の更新情報では、モガミが来ているので、課金される方忘れないように、取られる方忘れないようにしてください。願い返しは、日曜日までとなっています。スーパーパックも同じですね、日曜までとなっているので忘れないようにしてください。じゃあ、更新情報を見ていきますか。ちょっと入力中に見るの初めてなんですけど、見ていきます。まず、栄華銀月になるんですけど、まあ、いつも通りですね。やっぱり MR アバターのキャラクターが来そうな雰囲気ですね。椿水パックの、販売があります。ちょっとこれ、わかんないですね。紅翡翠の限定交換で、まあ、椿翡翠1個につき、紅翡翠10個で交換することができるっていうのが、これ一応ですね、さっき見た感じ、3月3日の23時59分まで可能って書いてあったんですけど、明日ですね、また更新が入ってしまうみたいなので、まあ、今日中にやっておくのが無難かなと思います。まあ、
多分これ明日の12時以降になると新しいものが来るんじゃないかなと思いますね。でも次の終わりも3月7日の23時59分になってるんで、まあちょっと何とも言えないですね。まあ今日やっておいた方が無難かなとは思います。で、一朝一夕来ますけど、大吉祭りではないのでスルーでもいいと思います。で、月落ちですね、来ますんで、ちょっと待って、マジで、まあ、とりあえず月落ちがやってきますので、こちらですね、課金される方忘れないようにしてください。那須与一ですかね、南無八幡大菩薩、弓章か、ちょっとまさかの弓章の順へ回るか、マジか、ちょっと全然想定してなかったんですけど、弓章か、まあ、K がかなり強かったようなキャラクターになりますんで、多分そんなに強くないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと、まあ、これは予想外であり、まあ、楽しみにしておこうかなと思います。ちょっと完全に想定外でしたね。はい。まあ、今回の動画としてはここまでとなります。まあ、明日はこの那須与一、楽しみに待っていようかと思います。これからも放置少女の動画を上げていきますので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。